城、愛の行方不明。小石郎はん、何してますの？ぎくっ！なんだ、テントモンか。何驚いてんでっか？なんか後ろめたいことでもしてはるんかいな。そういうわけじゃないけど。え？ラブレターを書いてたんだ。ラブレター？財津さん！小石郎、水臭いじゃないか。愛の手ほどきだったら俺がしてやるからさ。な、そのラブレター、ちょっと見せてみろよ。やめてください！やめろ！小四郎が嫌がってるじゃないか。ヤマトさん、なんだよ、いつもに前目振りやがって。ヤマトは小四郎のラブレター興味ねえのかよ。それはほら見ろ、お前だって見たいんだろ。俺は別にそんなことは。二人ともいい加減にしなさい。大きな声出したらみんなが心配するじゃないの。そら、いや別に心配ってわけじゃないよ。え、どちらかというと見てみたい気がするな。皆さん、いつの間に。私、小四郎くんのラブレターを見てみたい。私も。それより誰に書いたの？誰に。そっちの方が興味あるよね。だが、どうやって相手に見せるつもりなんだ。プリンターがなければ印刷ができないぞ。なんだ、お兄ちゃんもやっぱり見たかったんだ。まあな。ラブレターか。小四郎も青春だよな。もうみんないい加減にしてください。テントも進化するんだ。なんでか。いいから早く。はいな。テントも進化。カブテリモン。テントもがカブテリモンに進化しちゃったよ。小四郎、怒ったのか？まさか僕たちのことを？そんなわけないでしょ。逃げるんですよ。逃げたって。光、そんなこと言ってる場合か。おい、逃がすな。みんな追うぞ。アルモンのポイズンアイビーにやすやすと捕獲されてしまったカブテリモンと小四郎。その上、孝四郎は猿ぐつわをはめられていた。そんな孝四郎をよそに、子供たちはラブレターの相手を楽しげに推理していた。ミミ、自意識過剰で世界征服。それにしても、一体相手は誰なんだろう。よし、ここは年上の僕が。謎は全て解けた。タイチ、どうしたの、その格好。俺だって着替えぐらいするさ。ああ、そんなことより、この事件、この銀タイチ少年に任せてもらうぜ。じっちゃんの名にかけて。銀タイチ？ありがちね。ラブレターというからには、相手はおそらく女の子だ。そしてこの中に女の子といえば、空、光、そしてミミちゃんしかいない。大地らしくないまともな推理だ。まあ、やっぱり小四郎くん、私のこと好きだったのね。前からそうだと思ってたけど、美しすぎるってやっぱり罪なのね。でも困るわ。だって小四郎くんだけじゃなくて、大地さんもヤマトさんもタケルくんも超先輩もみんな私のこと好きなんだもん。きっとこのままだと世界中の男の子が私の前にひざまずくことになってしまうわ。ミミ、何にやけてるの？別に。まずは空。もし空に書いたラブレターだとしたら、 100% 尻に敷かれる。不幸は目に見えてるね。どういう意味？そして光。待てよ、もし光くんが相手だったとしたら、将来大地がお兄さんになるんだぞ。俺なら絶対に断る。おい、なんで喧嘩売ってんのか。まあいいや、どっちにしろ俺が許さないからな。ということは、小四郎くんの好きな子ってミミちゃん。それ違うと思う。光だって本当だもん。なんでって。
幸四郎のラブレターの相手を詮索する子供たち。相手が耳であると落ち着きかけたその時、光が異議を唱える。火花散る耳と光、果たして戦闘は避けられるのだろうか。光、虚弱体質。それって一体どういう意味よ。幸四郎くんのラブレターは耳さん宛てじゃないってことだけど、だったらあなた宛てだとでも言うつもり？ずいぶん自信があるみたいだけど、何の証拠があってそんなこと言うのよ。途中から出てきたくせに美味しいとこ持っていこうって言うのね。私風邪気味だから。え？な、何よみんな、なんでそんな目で見るわけ？私が何したって言うのよ。ミミちゃん、ちょっと言い過ぎだよ。これ以上光を責めるなら私が黙ってないぞ。何よそれ、風邪気味だからって何でも許されると思ったら大間違いなんだから。あー、なんだか熱が。光、大丈夫か？空は仲間に入らなくていいの？うん、私年下興味ないから。そうだったのか。あーね、それにしても熱い戦いだね。これ終わるのかな。なんだかわかんないけど僕も鼻が立ってきた。いいか、僕のメガネは鶴瓶師匠とお揃いなんかじゃないぞ。しくしょう、どうして俺には浮いた話の一つもないんだ。一番二枚目なの。だったら私も言わせてもらうわ。私のことおばさん臭いって言ったの誰？僕だって毎週進化したい。俺の靴下スーパールーズって言うなよな。カルモン、やっちゃいなさい。カルモン進化ボゲモン。私風邪気味だから。光は私が守る。ヘイルモン進化。エンジンウーモン、チクチクバンバー、ホリエロー。後ろ大丈夫ですか？ところで幸四郎、ラブレターの相手って誰やったんですか？さん。私の歌聞いてください。初夢を求めて三鷹にやってきたヤマトとタケルは爆門の卑劣な罠にはまってしまう。迫る爆門の魔の手、果たしてヤマトとタケルは現実世界に戻ることができるのだろうか。次回、デジモンアドベンチャー盗まれた初夢、演芸大会もあるぞ。